そうですね。今日はクボタの KR220、試運転にお伺いしてます。はい、エンジンかけるときはそうですね。はい、よし、皆さんこんにちは、バンテックチャンネルです。大人気のこちらクボタコンバインハルウェイ、KR の220、こちらをね、試運転させていただきたいと思います。のね、このカルウェイ、KR シリーズはですね、このように初めての人でも本当に簡単に作業をしていただくことができます。ちょっと今作業中なんで絵はないんですけど、もう本当にエンジンかけてもらって、楽割ボタン、を押してもらってですね、 OK ランプがついたのを確認して、あとはね前進してもらえれば、このように、刈り取りがスタートすることができます。
今日はね結構条件が悪いです。結構濡れてます。下もですね、かなり、ぐちょぐちょのところがありますので、ちょっとねそれを避けて運転させていただいております。なんか今日初めてっていうことみたいですね。はい、でもすごい上手。はい、あ、山高校の校長さん、校長先生。あ、OK です。はい。これ。いい具合ですね。よかった。スピード、早くしたいですけどね、はい、まあ、ただ新車なんで、新車の場合はやっぱり機械の寿命を長くするためにも使い始めは慣らし運転で、あんまり負荷かけてもらいたくないです、優しくしてあげた方が長く使えますんで、はい、あ、そう、どうしてもね旋回すると一緒に上がってきちゃうんですよね。そう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 、そうですね、はい、そうですね、まあ、でも親父さんベテランですけど、初めて の息子さん息子さんって言っても今聞いたら校長先生なんですか。いえいえいえ
いかがですか、初めてのコンバインのこの久保田。あ、本当ですか。この操作がでもね、なんかね、はい、そうですね、そうですね、はい。で慣れるとどうしてもスピードを出したくなったり三乗借りたくなったりするんですけど、あ、そうです、今もう排出さっきしました。はいですね、まだ入る、はい、あと1回ぐらい入りますかね。そうですね、はい。でも何も考えずにそれだけです。で、すれば。あ、いかがですか。すごい簡単操作。そうですよね。はい、ありがとうございます。